はい、こんにちは、ぽちゃりです。ルイージマンション3実況パート7やっていきたいと思います。まあ、前回ね、なんかこの変な植物からなんか成り行きで起きちゃってで、ちょっと終わっちゃったんだけど、多分ね、もう今からボス戦だと思うんだよな。とりあえずこのエレベーターのキーを拾っていこう。うわぁ、やっぱ植物なんだ。苦手なんだよな、これ。植物結構苦手なんだよな。なんだこれ。あ、来た。チェーンソーじゃん。なんかね、チェーンソー使うみたいな話を聞いたんだよな。ちょっと待って。吸って。うおぉ、ちょっと待って。ちょっと強すぎんか、これ。これなんだ、このでっかい植物なんだ。ちょっと待って。はい、これでぶった切って、はい、行って待って、ちょ、段違いが強い。ちょっと逃げよう。一旦逃げて、ウーイジ君を出して。これカメラがいかんな。で、はい、あれ、ちょっと待って、これどうやってぶった切るんだ。これ全然だよな、こうしても。はい、あ、このタイミングか。このタイミングで多分ぶった切るんだ。はい、はい、ぶった切って、こう光らせて、ちょい、違う、どこ行った、どこ行った、待って、あー、来た、ちょっと、はい、逃げろ、はい、こいつに食わせて、はい、おいで、これグロいよな、マジで。グロい、強えな、マジで。でもハートがいっぱい出てくるのは好きだな。はいはい、これ食っていいよ。さっきどうなったんだ、さっきのやつ。はい、あ、来た、ここだよ、ここ。はいはいはい、こっち。おいで、全然さっきの状況だな。はい、こっち、おいで。こっちや、攻撃タイミング全然わからんな。はい、お、来た、これ、この状態で、はい、チェーンソーでぶった切って、はい、これめっちゃ気持ちいいんだよ。で、はい、離して、はい、これで吸うと。よし、これを3回ぐらいすればいいんじゃない。やばい、おいで、こっち、こう、来た、急げ、ぶった切れ。はい、ほら、よっと。はい、えい、しょー、あと一回。マジこのね、植物のとこ早くおさらばしたいから。おいで、こっちだよ、こっち、あー、どっか行ってないか。はいはい、こっち、わー、危な、こっちだって。
俺が相手しようのはこれお化けなんか、ちょっとこのやべえ植物なんか分からなくなってきた。はい、よいしょ、これでとどめだ。よし、くらえ。 OK。 よっしゃ、なんであんなとこに出たんだ。あとジョーロも鍵、ちょい、エレベーターのボタンなんであそこだ。なんだこれ、こいつに水をあげろみたいな。はいはい、あのやべえ植物出てくるんかな。おお、そういう感じ。はい、ポイで登って取れって感じか。よっしゃー、ゲット。もう大丈夫だ。よし、あ、いい雰囲気このジョロ欲しいよな、これ持って帰りたいな。これチェーンソーでどっかちょん切れんかな。あれ、使えんくなっとる。ボス戦終わったら使えんのか。ちょっとさ、俺上に用があってさ、上のさ、氷の結晶じゃないな、ここなんだっけ、音符みたいなやつ。あ、しまったはい、あ、ちょいごめんごめんはい、しょ、ここの宝石なんだったっけ。まあ、その宝石をちょっと取りに行こうかなと思って、ちょっとあの、うわ、めっちゃこれ綺麗じゃない。やっぱ幽霊出ないと綺麗だよね幽霊出るからちょっと気持ち悪いけどさ。さあさあさあ、どんどん上に行こう。こっち入って、はい、そう、ここの上らへんになかったっけ。あ、じゃあもうちょっと上か。こっちか。あれ、なんかこれなかったっけ。あれ、あれれ、え、まだ上があるんか。ちょっと待って、こっちから。なんかそういえばここの上にもなんかあったって言ったよ。ここの上なんだっけ、どっかになんかあるって教えてもらったんだよな。ちょっと待って、いや、宝箱の話か、これか、これか、あ、これか。いや、違うな、これじゃないな。あれ、キノコでジャンプした先になんか取り忘れてるよみたいな教えてもらったんだけど、いや、これか、ここの上か、もしかして。あ、これだ、これこれ、ここの上だ。ここの上に何があるの。あれ、あ、これだけかな。あ、これだけか。お、来た来た、ちょっと待って。うわー、でしょうか。
オッケー、よし開けよう、よっしゃお金ゲッチュ、やった。コメントで教えてもらったのに完璧に忘れてたよし、こっち側にね宝石があったはずなんだよ。よし、あそこにあるんだ、あそこ。ここの宝石どうやって取るんだろう、吸えないかな。こっちに抜け道あるとか、うん、うわ、どうやって取るんだあれ。あれどうやって取るんだこいつで。あ、ちょっと待って、わかったわ、そういうことっすね。はい、うわ、理解したぞ。あ、しまった。多分ね、こっち側に行ってさ、ほら、これでこっち側に行って、こっち側にさ入り口あるんだ多分。ほらで、ほら、ここを通ってこっち側に行くと。よっしゃ、あれ、あと1個取ってない。いや、あと1個わかんねえな。じゃあさ、そのうち探しに来るか。じゃあ降りよう一回。俺どこ取ってないんだろうな。一番最初のやつっぽかったっけ。ワンチャン、ちょっとここら辺探してみるね。ここじゃない、もしかして。いや、ちゃうか、お金だ。ちょっとな、わからんな。また探索に行こうよ。じゃあな、植物園。よし、さあエレベーターに戻ろう。え、一応ここら辺もね、ちょっと待って、やばい、なんだこいつ。一応ほら、ここら辺照らしとくか。一応、そういえばさ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ここマップにさ、なんかこっち側行けそうじゃないかって思ったんだけど、ここら辺扉とかないかな。気のせいか、それかこれで。まあ、そんなんないか。マップのちょっと扉っぽいやつはちゃうんかな。え、ちゃうね。よいしょ、さあ行きますか。はい、こっちか。よいしょ。一応さ、ちょっとさ、宝石探したいんだよここに戻ってきたくないよ。いや、ないか、ないな。おお、なんだ、お、これは、あれ、取ってなかったっけ、ちょっと、あれ、あれ、いや、取ったか。これどれだ、あ、いや、全部コンプリートしてんのかな。ちょっと待って、透明な、最初のやつで透明だっけ。いや、してんのか。いいや、よし、さあ何回だっけ、8回いきますか。8階はどんなとこなんだろう。うわ、スタジオフロア、なんか良さげ。
なんか怖くなさそうだね。もうさ、でも本当にさ、マンションじゃないんだよな。なんかどっからそこ、その奥行きは出てきたんだって感じだよね。もう希望感がすごいもん。よし。おお、なんかシアタールームみたいな感じ。お、そんなに怖くないかも。さあ、片っ端から吸って。お、これ何何これ、見て見て、なんだこれ。おお、フィルムなんだ今回。オーゲチュー、こいつめっちゃ揺れてんだよ。え、何これ。反対に回したと、なんかある、なんもないか。よし、ここの上とか登れんかな。よいしょうか。ここ気になるな。お、来た。はい、絶妙に届かん。あれ、なんでだこれ。グイジ君、そっち行けんかな。これ行けんやつか。それか、当てる場所ちょっと変えたら。いや、吸えないんだ。まあ、とりあえずこっち側行って。なんかさ、こう鍵マークあるんだよな。え、やっぱこれ必要だよな。いや、でもな、取れんもんな。絶妙に届かないんだよ。ちょ、まだ取れん感じかな。グイジ君おいで。お、マリオストライカーズ。これはルイージマンションだな。で、これが、これ何これ。あ、全然わからん。これが、これなんだ。これもなんだ。いや、全然わからん。どっかにさ、隠し扉かなんかないんかな。一応当てとくか。お、来た。来た来た来た。お、来た。なんで消火器。なんだ、なんだ、あんま嬉しくないな、これ。この上のフィルムボタンとか怪しくない。それからこの絵とかね。絵無理か。いや、さすがに無理か。とりあえずこっち側行って。お、来た。これを引っ張ると何これ。お、来た。フィルムゲチュー、ルイージ君で、はい、侵入してゲット。あ、めっちゃお金来たやん。なんでだ。あ、うわ、これはさ、これは引っこ抜いたらなんかあるでしょ。はい、よっしゃ、グイジ組んで行ってきます。これはどこ行くんだ。おお、お金たくさん。よっしゃ、この上のフィルムとかも怪しいかな。あの一番上とか怪しくない？いや、お金だけか。とりあえずダークライト当てて、で、これをさ、絵画とかにぶつけてみたら
なんもないか。じゃあテレビにライトを当てて、おどこだ、どこまで行ったんだこれ。このコードの先のところ？ん？テレビがついてる。具現化できるとかもし。え、どういうことだ？ヘリコプターわかる。こうとか。もう一回吸ってみる。うわ、どういうことだこれ。ん？いや、これ届かないんだよな。いや、このテレビがなんか関係してるんだと思うんだけど、それこれか？これ吸えたりせんか？なんだこれ、どういうギミックだ。特定の画面の時に当てとったらなんかあるとか。いや、なんだこれ。全然登れんよな。二人で吸うとか。一人吸って。はい。いや、そんなんじゃねえよ。わ、今回わからんな。だったらこれ開かないんだよ。そういうことなのか。入れるんだ。すげえ。これすごいで。すげえわ。テレビの中入れる時代なんだ。よいしょ。よし、あげちゅう。さあ、戻ろう。左側のさ、揺れがずっと止まらんくて怖いっちゃけど。よいしょ。で、一応ここら辺も、はい。当てておくか。まあ、なんもないか。はいはい、行ってく。なんか今回平和なんだよな、割と。お、なんかいる。近づいてみる。ああ、なんたる悲劇か。このジョーノーズ監督ともあろうものが大切なあれをなくしてしまうとは。ちっぽけで何もできない映画監督、それが今の私の姿なのだ。こんな私にはこの美しいボタンの輝きさえ今はただ色あせて見えるばかり。何回だそれ。奪っちまえ。私の真っ赤なメガホンよ。お前はどこへ行ってしまったのだ。あのメガホンを再び手にすることができるならば、代わりに何を差し出しても惜しくはないだろう。あ、メガホンを探せってことだ。なんか敵っぽくないな。なんかいいやつっぽいだ。いや、こういうやつこそ裏切るんだよな。おお、なんだ。なんかここ落ちたくない？お、なんだ。これ何？これを、この豚の貯金箱にぶち当てろとか。あ、違う。ちょっと待ってね、いっぱい吸っとこう。で、なんかここら辺に今 X ボタンがあったんだけど、消えたね。あ、帰り道か。このフィルムをさ、これいろんなもんがさ、吸われてしまってわからんくなるな。
プロフィールを回したら何かが起こるんじゃない？なんか踊ってる。なんだ、幽霊が踊ってる。あ、出てきた。よいしょ。はい、え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 い。あと1回かな。よいしょ。よっしゃ、元気や。でこの部屋、もうちょっとギミックありそうだよな。なんかないかな。これなんかない。これフィルムめっちゃ吸いたいよね。はい。フィルム全部吸ったらなんかありそうじゃない。はい。で、一枚。いや、ないか。じゃあこのなんか模型みたいなやつを、はいよ。いや特になんもないんかな、この部屋は。おう、じゃあ来た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 。何、お、よっしゃ、お金ゲッチかな。ゲッチュー。ここら辺とか吸えんかな。この上のやつとかも気になるよね。さあ出るか。いや何もないよな。まあ一応ここら辺も吸っておいて。わあ、ネズミだ。はいよ。部屋がね4つあるから、一応番号が割り振られてて、まあ、1番からいくか。はい。おお、なんか倉庫みたいな感じ。はい。なんだこれ、いらねえな。一回これぶっ壊すか。これは何か入ってる？もうぶっ壊すか。はい。おお、びっくりした。なんかアヒルがいる、右側に。ちょっと待って。えらいシュールじゃない。とりあえずこいつらをぶっ壊して、はい。このサッカーボール怪しいよな。サッカーボールってあのアヒル狙い撃ちみたいな。いや全然関係ねえな。お、またテレビじゃんか。はい。これどっかに繋がってるってこと。これどこに繋がってるんだ。その前にこれを壊してみて。あ、お金か。サンキュー。ここさ、おお、ビビった。なんか X が今使えたよね。はい。ん？なんだこの X。 あ、キー蹴れるんだ。そこだけ蹴れるんだ。いやこの井戸怖えな。あのアヒルがいなくなった途端に怖くなるね。一応ダークライトを全体にやっとこう。なんもないね。こん中入れるんじゃない。うわ、なんだこれ。
見よったらなんかある？え、でもなんもないとかないよね。え、なんもないんかな。ん？もう一回見るか。え、何回か見てみる？え、なんもないもんね。特定の条件みたいな。いや、そんなことないか。サッカーボールをさ、この中にさ、落としてみたらどうかな。はい。アーチ王手。アーチ王手、ちっちゃい。おい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 。うわ、入らないんだ。ちょっと一応この配電盤を開けとくか。よいしょ。お金ゲットで。いや、これを回さなきゃいけないのか、もしかして。え、なん、全然映像ちゃうじゃん。え、どういうことだ。なんかあるんか。いや、なんか特に変化ないよ。こっち見てみる？いや、何も変わってないよね。いや、ただ俺が怖いだけだ、これ。いや、ただ怖いだけだ、ほんと。このギミックなんかあるんかな？ちょっと入ってみる？あ、ここに出るんだ。はいはいはい。でも気になるな、なんか、なんか気になるな。なんかありそうだよね。気になる。あの望遠鏡パターンみたいにいきなり画面に出てくるやつじゃないんか。諦めるか。意外とこいつで覗いてる状態で。やっちゃうな。これで覗いてみるか。おお、合ってた。これで覗くんだ。うわ、すげえ、こんなギミックあるんだ。うわー、いや、怖いな、これ。ゾワゾワ来るな。なんだ。うわあ、でもなんかよく見るとか怖くない。戸惑ってる。これ捨て、これどうしたらいいの。これ一回、はい、入れ替わってみる。あ、いや、もう一回入るか。まあ、多分同じ、あ、演出なんだろうけど。はい。え、これで終わりなんだよ。吸えたりしないもん。え、面白い。こん中動けるんだ。そんなギミックあるんか。あっち側いけないんだ。こんなかは、こんなが。あ、なんもないや。こいつめっちゃ吸えそうだけど吸えないんだよ。いや、この状態でさ、これで入れ替わって、ちょっと覗いてみるか。おお、なんもなくなってる。
いや。なんだこれ。ただ怖いだけのギミックやったんか。なんか宝石あるんかなと思ったけど。こっち逆側、逆サイドで行ってみる？あ、逆は無理なんだ。いや、なんもないんかな。いや、でもギミック面白いね。え、え、なになになに、え、怖いってそっか、ずっと幽霊がおるけん、ルイージ怖いんか。よし、おからげちゅう。ほらよっと。あ、吸いやすそう、めっちゃ。お、これなんだ、いらね。これなんか使えるか。おお、いや普通に怖かったよ。びっくりした。おばいる、おばいる、癒してくれ。今俺は一番怖かった。はあ、いやめっちゃ怖かった、ビビった。え、マジか。ちょっと元の場所に戻すか。はいよ。これなんか使えるんかな。いや、いいや、もうこっち行こう。いやー、ビビったわ、ちょっとマジでビビった。おばけ、なんかさ、このゲームお化けよりさ、あのお化け以外の方が怖いんだよ。普通に怖かった。ここ繋いどいて、はい、んー、こっち側、今回のセットはめっちゃ広大なんだ。これさ、あの6階かなんかの岸のとこにいてるね。さっきみたいにこいつを置いて、これで見るか。はい。おお、すごい。なんだ、うわ、燃えてる。どうすればいいんだこれ。うわ、やばいやばいやばい、なんか飛んできてる。これ、この、これ上路がないと無理じゃない？あ、ん？なんだこれ。これをこじ開けて、はい。で、こっちから行けみたいな。はい。いや、なんかただコイン取れるだけやな。上にどうやっていくんだ。具現化。こいつらの中に水が入ってるみたい。あ、え、だ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 、これ。え、おっと。こっち、はい。今回全然宝石の場所わからんな。いや、てかさ、謎解きがすごいね。すごいわ。めっちゃちゃんとしたな、謎解きだもんな。この爆弾何なんだよ。いや、これなんか絶対使えるんだけどな。一回戻るか。水？
いやでも水っぽいもんないよな。あ、また来た来た、このアクションのやつ、これ怖いやつちょっと捨てよう。いや、あれをさ吸った状態で、え、ダメだな。ちょっと待って、なんか水探すか。いや水ないよな。具現化できんよな、なんも。いや今回マジむずいな。はい、覗いて、はい、これが飛んでくるやろ。これはさ、映像を見るだけとかじゃないと思うよな。このツタ絶対怪しいもんねこんな怪しいもんないやろ。なんか入ってんじゃない？いや、お金だ。なんだこれ。わからん。ちゃんと吸っとくか。まあいいだろうこれで。ちょ、一旦出るか。全部行ったらまた変わるとこなのかな。ですね、今回の実況はここまでとさせていただきます。チャンネル登録、高評価、コメントよかったらしてください。Twitter とインスタもつながってくれたら嬉しいです。じゃあねー。